トラビス・ポール・ジャンコウスキーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ランカスター出身のプロ野球選手。右投左打。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称はフレッド。2012年の MLB ドラフト1巡目追捕で、サンディエゴパドレスから指名され、6月26日に契約を結んでプロ入りを果たした。6月27日に傘下のルーキー級アリゾナリーグパドレスへ配属され、2試合に出場して打率250、4打点、2安打を記録した。6月29日に A 級フォートウェインティンキャップスへ昇格した。9月15日に7日間の故障者リストに登録された。9月25日に故障者リストから解除された。A 級フォートウェインで59試合に出場して打率282、1本塁打、23打点、67安打、17盗塁を記録した。2013年2月27日にメジャーのスプリングトレーニングに招待された。4月2日に A 級レイクエルシノアストームへ配属された。8月19日に7日間の故障者リストに登録された。9月29日に故障者リストから解除された。この年は122試合に出場して打率286、1本塁打、38打点、141安打、71盗塁を記録した。2014年3月17日にメジャーのスプリングトレーニングに招待された。4月1日にA級サンアントニオミッションズへ配属され、開幕を迎えることとなった。4月24日に7日間の故障者リストに登録された。7月18日にリハビリのためルーキー級アリゾナリーグパドレスへ配属された。7月23日にリハビリのため A- 級 UG にエメラルズへ配属された。7月31日にリハビリのため A 級レイクエルシノアへ配属された。8月6日に A 級サンアントニオへ復帰した。8月30日に7日間の故障者リストに登録された。9月26日に故障者リストから解除された。同年は4球団合計で46試合に出場して打率236、15打点、39安打、17盗塁を記録した。2015年3月17日にメジャーのスプリングトレーニングに招待された。開幕は2年連続で A 級サンアントニオで迎えることとなった。6月30日に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球アメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され代表入りしている。なお、同じ2012年の MLB ドラフトでパドレスから1巡目指名されたザック・エフリンも代表入りしている。7月1日にテキサスリーグからテンポラリリー、インアクティブリストに登録されたが、これは同大会に参加するためである。全試合で1番、中堅手で先発出場した。決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし、準優勝で銀メダルを獲得した。7月21日にテンポラリリーインアクティブリストから解除され、復帰し、翌22日にトリプル A 級エルパソチワワズへ昇格した。同年は A 級サンアントニオでは73試合に出場して打率316、1本塁打、13打点、89安打、23盗塁を記録した。トリプル A 級エルパソでは24試合に出場して打率392、12打点、38安打、9盗塁を記録した。8月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、ランカスターカトリック高等学校出身者では初のメジャーリーガーとなった。8月21日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは34試合に出場して打率211、2本塁打、12打点、19安打、2盗塁を記録した。2016年は自身初めてメジャーで開幕を迎え、ジョン・ジェイが離脱後はリードオフマンに定着。この年は131試合に出場して打率245、2本塁打、12打点、82安打、30盗塁を記録した。2017年は開幕からパドレスのレギュラー左翼手として出場していたが、4月14日で自身の放ったファウルボールが足に当たり、当初は深い打撲と診断された。この怪我から回復してプレーしようとした結果、毛髪様骨折と診断され、4月24日に故障者リスト入りした。7月からリハビリに参加し、8月にはホセ・ピレラが左翼手として定着していたため、AAA級エルパソにオプションで降格した。AAA級エルパソが9月中旬にプレーオフを終えた後、メジャーに復帰した。年初の怪我に阻まれながらも、87試合に出場し、打率.187を記録し、マイナーでは179打席で打率.268、出塁率.358、長打率.325を記録した。2018年は開幕をAAA級エルパソで迎えたが、ウィル・マイヤーズ、ハンター・レンフローと故障者が相次いだことでメジャー昇格を果たした。5月には21先発出場し、主にリードオフマンとして打率.305、出塁率.371を記録した。打撃コーチによる新しいアプローチが功を奏した。その後も4番手外野手として、控えの守備固めとして起用され右翼手で29、先発、中堅手として27先発、左翼手として22先発で、通算117試合に出場した。打撃では、打率.259、出塁率.332で4本塁打は、キャリアハイだった。また、チーム最多24盗塁で、成功率 77% だった。2019年10月31日に、インターナショナルボーナスプールとのトレードで、シンシナティレッズへ移籍した。2020年レギュラーシーズン終了後の10月14日にマイナー契約となり、11月2日に FA となった。2021年2月にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕後、5月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。足の速さと、アグレッシブな走塁が持ち味で、バントヒットでの出塁も多い。中堅守備では俊足を生かし、広い守備範囲を誇っている。ありがとうございます。